というのは初めて見たんですね。それだけ大変珍しい船となっております。またその4番と書かれている左手前方には同じ形をした番号2番、熊野という船も停泊しております。118番覚えて帰っていただければなと思います。さあ、そんなご案内しておりますと、右手からは潜水艦の姿が三隻に見えてまいりました。本日は初めて潜水艦をご覧になったというお客様は大変多いかと思います。ほとんどの方がですね、意外とちっちゃかったなんて声が上がるのですが、実はそんなことございません。潜水艦の船体というのは羽を外したジャンボジェット機ほどの大きさがあるですね、約80メーターとも言われております。ただ本日ご案内した海上自衛隊の艦船には全て番号名前書いてありました、ね、番号名前書いてない、そういったリュートがあります。さあ、それでは本船右に舵を切りまして、荒い堀割り水路へと入ってまいりました。潜水艦お尻の方から3隻まとめて同時にご覧いただけるスポットとなっております。いや、本日ですね、西大変眩しくてですね、水面にキラキラと海面輝いていましてね、なんだかちょっと青春のような感じがするんですが、私ここを通